表でき、発表できるというか、募集動画です。この度、素敵だね、プレゼントを皆さんにしたいと思います。私が同行で一緒に行く韓国旅を抽選で、親子2名様1組でプレゼントしたいと思います。まあ、今回はね、言っちゃうと、お母さんへの親孝行企画です。まあ、ちょっとどういうことって感じかもしれないんですけど、普段からね、お世話になってるお母さんに韓国旅行、私同行付きの韓国旅行をサプライズでプレゼントするっていう企画なので、まあ、旅行の費用とか、だから航空券だったり、ホテル代だったり、観光する時の観光とか、ご飯代とかも、こちらからプレゼントさせていただきます。まあ、お母さんにね、日頃の感謝を込めた韓国旅行をプレゼントしたい方は、ぜひ、応募してもらいたい旅行旅となっております。つまり、今回に応募していただきたいのは娘さん側です。お母さんにはサプライズ旅なので内緒でお願いします。当日に、私が一緒ということが、まあ、分かるという形になるサプライズ旅ですね。で、2泊3日の旅で、行くのはだいたい4月5月あたりを予定してるんですが、まあ、行く日にちだったりとか、あと観光内容、食べたいものだったりは、その当選された娘さんと一緒に、まあ、相談のもと一緒に決めていきたいなと。もちろんね、全く分かんないよという方は私お任せでも大丈夫なんですけど、まあ一緒に食べたいものとかご希望に添えたらなと思っております。でね、今回のその旅行のちょっと条件というか、お話なんですけど、高松出発のソウル線になっております。だからソウルの旅行なんですね。で、高松空港出発なので、その高松空港までの費用は、ごめんなさい、ご負担はこちらはできないんですけど、高松空港からの負担は全部させていただきたいと思っておりますので、っていう高松空港集合ですね。で、今回のね、募集のちょっと条件、応募条件なんですけど、まず一つ目に、YouTube の私のチャンネル登録者、そして Instagram のフォロワーであることっていうのと、あと母、娘ともに私を知ってくださってて、私を好きで会ってくださってる方、まあいわゆるモッチーズですね。私トギモチのファンのことをモッチーズって言ってるんですけど、二人揃ってモッチーズの方、サプライズの時にお母さん来て、え、誰ってなったら困るから、サプライズならんから。で、次に韓国ソウルに興味がある方、あとこちら大事なんですけど、メディアの露出が OK な方、私の SNS だったり、あとちょっと、外部のメディアさんに顔出しができる方、そして親孝行をしたい18歳以上の方でお願いします。そしてね、応募方法なんですけど、私のインスタグラムのそのアカウントの方に DM を送ってください。で、そこに記載していただきたいことなんですけど、娘さんとお母さんのお名前と年齢、あとお住まいの都道府県を書いてください。まあ、それ以外、行きたいですみたいな、なんかこう意気込みを書いてくださってもいいんですけど、なしでも大丈夫です。そこだけ書いてくださっても問題ないです。まあ、募集内容としてはこのような感じなんですけど、当選された方とご相談でいろいろとね、お話しして、まあ、ご希望に添えるような旅行の内容にもしたいですし、ぜひね、日頃の感謝を込めて韓国旅行、お母さんと行きたいなって思ってる方だったり、まあ、私の動画好きで私と一緒にね、韓国旅行できたらなって思ってる方は、ぜひぜひ応募してほしいなと思います。で、応募期間なんですけど、まさにこの動画が投稿された今、まさに今から、2月の13日の火曜日23時59分までとさせていただきます。この日で締め切って、そこから先行というか、当たった方には DM で私の方からお返事、ご連絡をさせていただこうと思っております。まあ、ぜひね、こういった機会って私なかなか今までなかったので、視聴者さんと会えるっていうこと自体も私自身が嬉しいですし、それをまたね、いろんな方に見てもらって、韓国を楽しんでもらって、こう好きになってもらえたら嬉しいなとかも思ったりもしますし、なんかこうすごくいい企画だなと思って、今回協力してくださってる方がたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、その下で今回でこういった企画ができるのですごく嬉しく思っております。楽しい旅にしたいなと私も思っておりますので、よろしくお願いいたします。たくさんのご応募お待ちしております。ちなみに何度も言うんですけど、お母さんにはこれを応募したことも内緒ですし、もちろん当選した時点でも内緒ですし、当日行くまではもう普通にお母さん、韓国旅行一緒にだよ、私がプレゼントだよ的な感じで言ってください。そこまで内緒にしてください、私と会うまでは。で、ちなみになんですけど、これ多分お母さんに内緒だとまだ許可取りができないから難しいかもですけど、
まあ大体わかると思うんですね。お母さんこういうメディアに出ても大丈夫なタイプかどうかっていうのが、でお母さんも娘さんもともにメディアに露出が大丈夫な方はぜひ応募してほしいです。はい、そこがちょっと決まりとなっておりますので、2人揃って出ても大丈夫な方、募集します。ぜひぜひよろしくお願いいたします。お待ちしております。以上、とぎもちからのお母さんにサプライズとぎもち付きソウル旅行募集動画でした。